はい、どうもです。今回はですね、こちら、赤もんがにっていう食材ですね。それではまずは他映像からご覧ください。今日はですね、夜の海になります。こちらはイカリナマコの一種ですね。体の表面にイカリみたいな小さい骨がたくさんあるからイカリナマコって言われてるんですけど、こんな感じで触るとその骨が引っかかってくっついてくるんですよね。ちなみに大イカリナマコっていうのもいて、これがただ大きくなったみたいな見た目してるんですけど、そいつは全長3メートルぐらいになるんですよ。この見た目で3メートルのやつが、いるんですね。さてこちらはジャノメナマコですね。この中にね、隠れ王が何匹か住んでるんだと思うと、なんか見る目が変わってきますよね。まああんまりいじめると白い内臓出しちゃうんで、外触って返しときました。こちらは、青ヒトデですね。これもね、食べてみたんですけど、そんな美味しくなかったですね。リピートはしない感じですね。さて、今回の食材が見つかりました。こんな感じで赤門ガニはですね、結構浅いところにいて、今いるところはだいたい水深1メーターぐらいでしたね。で、このカニおそらく夜行性で、昼間は岩とかサンゴの中に隠れてるんですけど、夜はこんな感じで、のそのそね歩いてますね。なんか可愛いですよね、こんな感じで。ゆったりのそのそ歩いててね。うん。でね、ただね、この時、森のゴムつけてなかったんですよね。どうやって取ろうかな、みたいな。うん、すごい迷いながらね、追いかけてるところです。一応ゴムなしで刺してみることにしました。うん、やっぱり刺さんないですね。めちゃくちゃ硬いです。でもう一回もっと近づいて刺してみるんですけど、全然刺さんないですね。素手で行くんですけど挟まれそうになって諦めるっていう。最終的にね、腕の間に森を引っ掛けて捕まえることができました。このカニはですね、動きがゆったりとしてて、すごい簡単にね、取れますね。普通、カニ、腕に引っ掛けただけだったら、シュッて逃げちゃうんですけどね。うん、このカニは全然逃げないです。はい、ということで陸に着きました。もうこっからはね、普通に持って帰ります。それではね、早速調理して食べていきましょうか。はい、ということで赤門ガニを取ってきたんですけども、実はこちらのカニ、シガテラにね、当たるかもしれないっていう風に言われてて、で、ネットの記事とかだと、その地域にある毒の藻類を食べることによって当たるから、なんかその毒の藻類が生えてるところは食べれませんよ、みたいなことが書いてあったりするんですけど、シガテラの原因って、ウズベンモウソウっていう植物プランクトンの原因なんで、南の海はね、そのウズベンモウソウってやつがもうまんべんなく分布してるから、何言ってんだろうって思いながらその記事を読んでるんですけども、多分ね、生物濃縮毒なんで、毒が濃縮してしまった肉食魚の死骸とかを食べた個体が当たるんだと思います。まあ、運ゲーといったところでね。まあ、ほとんど当たらないみたいですけど。それではまずはね、観察していきましょうか。このカニの特徴はね、もうなんといってもね、硬さですよ。やばいですよ。わかるかな？伝わるのかな？硬さ的には、まあ、例えるんだったら、コンクリートぐらいですね。マジで。そんぐらい。コンクリートよりちょっと柔らかいぐらいかな。でもめっちゃ硬い。甲羅の背中側に赤いこういう点々があるから赤もんがにっていう名前らしいです。さっきね、シガテラ当たるかもしんないって言ったんですけど、こっちの人普通に食べてます。そのぐらいほとんど当たることのないカニなんだと思います。で、見てこの爪。でかすぎじゃない？絶対美味しいでしょ。この中に詰まってる身とかもうプリンプリンでしょうね。で、ちなみにね、ここがカニの口です。意外とグロいですよね。今日はですね、こちらのカニ塩茹でで食べていこうかなと思っております。それでは調理していきましょう。よいしょ、はみ出るな。塩入れていきます。カニ投入。オージャストフィットじゃん。せっかくなんで茹で汁でね、味噌汁作っていきましょう。いや、ちょうど冷蔵庫にネギが入っててよかった。めっちゃいい色になってる。赤くはならないんだね。ピンクぐらいの。え、うまそうだなこれは。ああ爪が入んね。よいしょ。もうなんかポケモンみたいなんだけど、最近のポケモン全然知らないけどさ。
よし、もういいんじゃないか。重たいんだけど。ちょっと待てよ。いけるか。あっ、いけるか。重たいな。すげえ。で、これは味噌汁にしていきます。具材はネギだけでいいでしょ。それと味噌を入れていきましょう。少ないな、多分こんぐらいだろう。まあ、これはネギに火が通ったら完成ですね。さて、じゃあカニを割っていきますか。これで割れるでしょ。おお、割れた割れた。あっつ、硬いなこれ、うん、熱くて持てん。あ、もうなんか部位ごとに外した方がいいな。腕をちぎる。腕はちぎる。でもこの辺の足もね、ちぎっていきましょう。熱いぞ。ここ開けていきたいよね。これね、ワタリガニとかだと親指がここに入るんだけど、入んねえんだけど。いきます。お、熱っ。もう切っていきましょうか。お、開いた。おお、すごい、味噌がやばいね。で、ここはね、ハンマーで割っていきましょう。あー、ちょっと崩れた。やりすぎたな。これすごいんじゃない。この爪の中身入ってないんだけど、こんな感じ。え、びっくり。こっちも入ってない。こんな感じなんだ。うわ、ここすごいわ。身が結構崩れるね。よいしょ。うわ、うまそう。はい、そしたらドリンクの準備をしていきましょう。これパッションフルーツですね。中身こんな感じです。この黄色い部分をね、食べるんですよ。結構酸っぱくてね、夏に最高の味がします。こっちも切っていきます。 OK。ちなみにね、このパッションはね、漁師の友達からもらったんですけど、なんかね、規格外のサイズらしくて売れないらしいんですよ、このサイズ。でもね、普通にうまいからね。で、氷をね、入れていきます。そしてここに炭酸。うわ、めっちゃいい音。で、最後に氷水焼酎ですね。はい、パッションサワーですね。ちょっと飲んでいい？バカうま。はい、それでは完成しました。いただきます。こんなうまいに決まってるじゃないですか。じゃあこのカニの爪からね、いただきます。いや、これめちゃくちゃうまいんだけど、カニにしてはそんなに美味しくない。なんて言うんだろう、カニの味はね、すごい濃いんですけど、食感がカニじゃないですね。なんかポロポロしてる感じ。あんまり食感はね、良くないかも。あ、でもうまいな。でもカニじゃないんだから、ちょっと、いや、めっちゃうまいんだけどな。なんか食感が違うんだよね。でもこのカニは本当に可食部が少ないね。これ足の身です。この辺の足はね、ちっちゃすぎてあんまり味がない。いや、でも爪うまかったな。カニっぽくないけど、めちゃくちゃうめえわ。じゃあちょっと味噌いただいてますね。俺あんまカニ味噌好きじゃないから、美味しいのかどうかわかんないんだけど、うん、大人の味だなと思いますね。はい、じゃあパッションサワーいただきます。あー、めっちゃうまいわ。パッションフルーツ自体の甘みが少ないから、砂糖を入れてもいいかもね。あー、うまい、めちゃくちゃうまい。味噌汁もね、いただきます。バチクソうめえ。いや、バチクソうめえな、味噌汁。カニの出汁がよく効いてるわ。うまっ。ああ、うまい。はい、ということで、ごちそうさまでした。いや、やっぱりね、食材としてはめちゃくちゃうまかったんですけど、なんかカニ
っぽくはないですね。あとね、ちょっと割るのがめんどくさいんで、なかなか調理するのはしんどいのかなと思いましたね。あとね、爪以外の足がもうこんな感じですっごいちっちゃくて、もうほとんど身がなくて、食べる場所も ないんでね、もう本当に爪と胴体だけを食べるみたいな、なんかそんな食材なんですかね。ということで今回は赤門ガニを食べてみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは。